鈴木寛一4月5日から2020年4月6日は日本の声楽家、音楽教育者。妻は元歌のお姉さんの中川純子。大阪生まれの京都育ち。1959年東京芸術大学卒業。長坂よしこ、ロドルフォリッチに指示。はじめは古典と宗教音楽の研究及び演奏から活動を開始したという。 1959年探せ、魔王学校の音楽教師に着任。同時に、岩木博之の推薦で、モーツァルト、ドン・ジョバン・ニ・ドン・オッタビオで、オペラ界にデビュー。以来、プリモテノールとして、数多くの舞台を経験。1977年ウィーンに留学。海外では、リリー・コラーニ支持、プッチーニ、蝶々夫人。ロッシーニ、セビリアのハ髪し、ドニゼッティ。 愛の名薬、モーツァルト、マテキヨハンシュトラウス2世、コウモリ、ダン・イクマ、ユーズルトを主なオペラの主役を演じ、甘いベルカント商法が高く評価された。宗教曲の分野でも不可欠の存在で、著名な指揮者の下で、各オーケストラと共演を重ね、特にバッハ、マタイジュ南曲のエヴァンゲリストでは第一人者として活躍した。 1998年日本オペラ協会、ミキミノル、春金賞、リタロウ。1999年、文化村オペラプッチーに、トゥーランドット皇帝アルトゥームで出演。2008年東京芸術劇場シアターオペラ第3弾、マスカーに、イリスクズヤを務める。2012年6月3日、第12回日光金谷ホテル音楽祭で、セビリアノリハチ氏の指揮を務めたのが、 直近の記録である。音楽教育者としては、東京芸術大学講師、1988年、助教授、1995年教授を経て、2004年より、同大学名誉教授。直美学園大学芸術情報学部音楽、表現学科教授を経て、同大客員教授。その他、フェリス女学院短期大学講師、東京音楽大学講師を歴任した。 数多くの文科生を育てており、著名な声楽家に、藤木大地、餅月哲也、元岩高行池田玄などがいる。ミュージカルで活躍している、石丸漢字井の上吉尾石井正人も、鈴木の文科生である。日本声楽アカデミー会員、日機会会員、NPO 法人日本声楽家協会元理事、2020年4月6日死去、84歳没。 鈴木は探せ、魔王学校に以下のメッセージを寄稿している。探せ間には、なんと18年間お世話になりました。私の専攻は、声楽でしたから、ちょうど22歳から35歳頃までは、声楽家として一番大切な時でした。今、考えると、この時代に探せ間にいたことが私の人生の大きなポイントになっていたと感謝しています。千葉勇先生。 日野あやこ先生、内藤富先生はじめ大勢の先生方の愛情とご援助で、この18年間はその後の私の音楽活動の大きな励ましとなり、今の私があります。御殿場の自然教室で、大野和夫先生と二人きりで過ごした時がありました。大野先生は、私のためだけに目の前で踊ってくださいました。小さなオルガンで、私の弾くバッハのコラールに合わせて、 白いシーツを身にまとい、麦わら帽子をかぶり、手には木の枝を持って、佐賀狭時代、強く印象に残っている特別な時間でした。またその頃、佐賀狭には、男性合唱がありました。天野先生や岡田先生と歌ったことも、懐かしい思い出です。聞き手、IK 探せ、魔王学校同窓会のサイトでは1965年となっているが、鈴木が、 東京芸術大学を卒業した年と、鈴木自身の18年間ということ、卒業から留学までの期間が符合することから、1959年の誤りと思われ、修正した。ABCD、鈴木寛一。日本人、オペラ名鑑2020年4月15日閲覧。ABC1985 年に機械公演。 マタイジュ南極曲プログラム ABCD 魅惑のテノール鈴木寛一探せ魔王学校同窓会2020年4月15日閲覧 AB 鈴木寛一日本声楽科協会2020年4月15日閲覧 ABC 鈴木寛一寛一鈴木音楽監督監修金谷ホテル2020年4月15日閲覧 タグアーカイブ、鈴木寛一、二期会21、2020年4月15日閲覧、鈴木寛一、昭和音楽大学オペラ情報センター、2020年4月15日閲覧、二期会のアーティストさ、東京二期会、2020年4月15日閲覧、ありがとうございます。